星は壊せても、たった一人の人間は壊せねえようだな。何者だ？とっくにご存知なんだろう？俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら、激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士。スーパーサイヤ人、孫悟空だ！どうやら本当にスーパーサイヤ人らしい。チクシオー！終わりだ、フリーザ。言っておくが、俺は貴様なんかに殺されるぐらいなら自らの死を選ぶぞ。好きにしろ。だが、この俺は死なん。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられるか。貴様らサイヤ人はどうかな。この星を消せ。この星の中枢は破壊した。あと5分もすれば大爆発を起こし宇宙の塵となる。5分もあれば十分だ。貴様を倒してクリリンの仇を討ち、仲間と共に宇宙船で脱出する。俺を倒せるわけがない。こうなったら見せてやるぞ。 100% の力を覚悟しろ。フリーザ、様がフルパワーになるのを待っているのは、最高の貴様を叩きのめしたいからだ。戦士として悔いのねえような。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ！悟空が苦戦しておる。このままではナメック星の爆発に巻き込まれてしまうかもしれん。そんな！何か手はないものか。待てよ、待てよ、待てよ。おい、地球の神よ、聞こえるか？はい、海王様、聞こえております。シェンロンは今すぐ呼べるか。叶えてほしい願いがある。はい、ドラゴンボールはすでにミスターポポに集めさせております。これから海王様にお世話になった者たちを生き返らせようとしておりましたが。地球のドラゴンボールは一度に複数の者を生き返らせられるのだな。では寿命で死んだ者を生き返るかね。残念ながらそれは無理です、自然史では。だがある悪人と出会ったことでわずかでも寿命を縮めてしまった場合はどうだ。そのわずかに縮まった寿命分ぐらいは生きていられるのではないかと思います。よし、では願いをこのように変えてくれ。フリーザ一味に殺された者たちを生き返らせてくれとな。いい、時間がないので簡単に説明する。地球のドラゴンボールでフリーザたちに殺された者たちを生き返らせる。それでおそらくナメック星人と共に最長老もわずかだが生き返るはずじゃ。ナメック星での願いは3つあるうちの2つしか叶えておらん。これは賭けじゃが、最長老が生き返ればあと1つ願いが叶うのではないだろうか。その一つの願いでフリーザ以外のナメック星にいる者全てを地球にでも瞬間移動させてしまうのだ。
なるほど。考えましたね、海王様。というわけで、すまんが急いでくれ。ナメック星そのものが消えてしまいそうなのだ。え、そういうことでしたか。では、今すぐ。さあ、願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。どうしたことだ。なぜ私が現世に。ナメック星の最長老よ。私は北銀河の海王だ。これから言うことをよく聞いてほしい。いいだろう。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。というわけで、そのナメック星はすぐにも消滅するかもしれん。そっちのドラゴンボールの願いが一つ残っておろう。今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たちすべてを地球に送ってくれと。わかりました、海王様。お心遣い感謝いたします。ですが、シェンロンに直接願いを伝えねばなりません。一番近くにいる者に連絡を取り、すぐにもその願いを変えてくれ、その願い。フリーザとこの俺を除いた者たちすべてをに変えてくれ。聞いておったのか、悟空。気持ちはわかるが、ここはひとまず今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。でんでよ、最長老だ。最長老様。質問は後だ。今すぐポルンガのところへ行って最後の願いを伝えてほしい。フリーザと孫悟空というサイヤ人を除いた全てのものを地球に移動させてほしいと。はい。さあどうした、願いはもうないのか。では、最後の願いを。あれは、ドラゴンボール。待て。ポポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空。このフリーザを、黒くしにしろ。ピポット、孫悟空、プピリト、ロンロンパ、パピッポ、パロ。いいだろう、了解した。ではここにいる二人を残して全員を地球に移動させる。
どこなのよ、ここ。皆の者よ、ここは地球という星だ。私がもう一度寿命で召されるのも近い。だが死ぬ前に、今我々に起こったことだけは伝えておきたい。遥か遠い故郷の星で、まだ戦い続けている者がいることを。どうやらここの言葉で言わねえと、願いは叶わなかったようだな。これでこの星にいるんは、貴様と俺だけだ。この時を待っていた。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいが、いいだろう。かかってこい、サイヤ人。俺に殺されるのが先か、星の爆発が先か、どちらにしても貴様には死しかない。かもな。このフリーダに勝てるわけがない。もうここまでだ。ダメだ。どういうことだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。ふざけるな。俺が負けるか。貴様らしくねえ。
惨めな最後だったな。くしょう。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。そうやって命乞いしたのも一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けて、あとは勝手にしろ。フリーザとの死闘を制した孫悟空。しかし無情にもナメック星は爆発し、悟空の姿はいずこかへと消えた。地球に移動したナメック星人たちやベジータはしばらくの間ブルマの家に住むことになった。わずかな時間だけ蘇った最長老は再び寿命の終わりを迎え、皆が見守る中安らかな眠りについた。新たに決まった最長老ムーミによってナメック星の1年である130日後、ついにナメック星のドラゴンボールは復活する。一度の願いで一人ずつではあるが、何度でも死んだものを生き返らせることができるというナメック星のドラゴンボール。そのドラゴンボールを使って悟空とクリリンを復活させようとした時、新たな事実が分かった。なんと悟空は生きており、自力で帰ってくるというのだ。消滅したナメック星で生き返らぬよう、一つ目の願いでクリリンの魂を地球に呼び、二つ目の願いでクリリンが復活した。そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した。大喜びするご飯たち。そして再び130日後にドラゴンボールが使えるようになり、一つ目の願いでチャオズが、二つ目の願いで天津飯が復活した。最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールと共に。おし、俺は悟空。なんだって、フリーザが生きてた。しかも奴は父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって。オラのいねえ間に地球で悪さするつもりか。お前の好きにはさせない、フリーザ。ん、おめえは。次回ドラゴンボール Z、 戦慄の人造人間、未来をかけた大激闘、絶対遊んでくれよな。